感じです。まあ、自分の持ち味はそういう後ろから組み立ての部分だったり、攻撃の起点になること、そういうところが自分の持ち味だと思っているんで、まあ、それを存分に活かして、今いる選手たちに持ってない部分をどんどん出していけたらいいなというふうに思っています。まあ、組み立てのところは特にそうだと思いますし、視野の広さだったり、攻撃的な部分というのはボランティアの中では自分の中では優れていると思っているので、まあ、そこら辺を生かしていけたらいいなというふうに思います。まあ、この前は自分は残ることを意識して、代表に臨んだんですけど、今回は、残った限り、全力尽くして試合に出るということを目標に、2試合に臨みたいなというふうに思います。もちろん2勝しかないと思っているので、しっかり2勝して、気持ちよく日本に帰ってこれたらいいなと思います。まあ、でもこうチームとして、評価してもらってで呼ばれたと思うので、チームのみんなにすごい感謝したいなと思います。そうですね、久しぶりにいろんな選手に会ったんでね、はあ、すごい楽しかったです。そうですね、まあ、今までチームのやってることと、変わらないので、はい、そのままうまく出せたらいいかなと。間違いなく今日合流するというよりも、昨日試合後にやっぱり合流して、同じご飯、同じテーブルでみんなで顔合わせて食べるってことが非常にいい時間だったと思いますし、まあ、また違うユニフォームを着てですね、また違うメンバーとアウェイも伺うわけですけど、いい結果出せるようにみんなで一丸となって戦っていければいいなと思います。まあ、監督から求められていることとチームの役割というところはしっかりと担っていければいいかなと思いますし、まあ、自分のストロングポイントでもある攻撃参加というところはね、出していければいいかなと思います。まあ、年内ラストマッチということでしっかりとアウェイですけども、結果を出して帰ってくること、なおかつホームで迎えたシンガポール戦は0対0という勝ち点1にとどまってますので、結果もそうですし内容も圧倒して帰ってこればいいかなと思います。